サッカー元日本代表の福西さんと坪井さんです。ちょっと距離近くした PK 対決です。はい、はい、皆さんこんにちは、まいこチャンネルです。今日のゲストは毎度おなじみ迫田沙織さんです。どうもどうも。今日は見ての通り砂浜なんですけど、はい、ちょっと私たち2人だけでは何もできないので、確かに特別ゲストを呼んでます。この2人です。おーおすごい、うまいうまい、あれはい、サッカー元日本代表の福西さんと坪井さんです。よろしくお願いします。はい、今日はちょっとサッカーゴールを用意して、はい、ビーチサッカーをちょっと教えてもらおうっていう形でお願いしたいと思うんですけど、はいはい、でも教えるだけじゃ面白くないでしょ。勝負しよう勝負さすが勝負師勝負師はい、見てる人も面白くないと思うから。そうですね、なんか私たちもできる、じゃあ勝負の形でお願いしていいですか、うん、そうだね、はい、どうだろうね、蹴るのって難しいから。そうなんですよね。でも置いてるボールを蹴る分にはできると思うんで、ちょっと距離近くした PK 対決するとか。はい、ちょっと思ったよりなんかゴール大きくてもうひるんでるんですけど。そうだ、ビーチそう入れやすいじゃん。そう入れやすいじゃん。あ、そっか。だってここの1人守ってここに入れればいいんだよ。逆もしっかりじゃないですか。あ、まあしっかりしっかり、もちろんだから守るときにここからここまで守らなきゃいけない。やば、バレーだと拾うの得意じゃないですか。だからキーパーは得意なんだよ。来たボールには多分反応はできますけど、来たってなった時にここでバーン取れるとかさ、なんかいいですね。違った面白さが、違った面白さがあるかもしれない。ただしっかり蹴らないと入らないっていう。蹴るっていうのがここに入れないといけない。そう、強く蹴ったところで入んないといけないから、蹴るのに慣れてないじゃないですか。そうだね。でもちょっと面白いかも、ね、そこだけ勝負、はい。あの、私たちこれ2人で止めちゃダメですか。あ、2人ここにいて、どうですか。そうしようか。いいですか、うん、俺ら距離遠いプラス、はい、キーパー2人ね、はい、ガチキックは多分止めれないんで、そう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 、ね、2人でやらせてください、うん、そうしようか、はい、それでいこう、はい、楽しみに。イエーイ、頑張るぞ頑張るぞ。反応できない。結構なボールスピードあったよ今。読みづらいのよ、どこ飛ぶか。サッカー選手だと読めるから、どっちに来んじゃねえか、狙ったとこ蹴れるじゃん、キッカーが。だから読めるけど、キッカーが狙ったとこが分かんなくて。狙ってないもん読めない、そう、読めない、読めない、読めない。さっきのパワーシュート見せられてるからな。あ、今日わかんねえんだよ。あのシュートになるからきついって。駆け引きなのよこれ。
ぱりうまいわ。風に敏感。面白い？うん、普通。